ロシア軍戦略の幅狭まる、ワグネル撤退で A 分析。 A 国防省は3日、ウクライナ東部ドネツク州の激戦地バフムトの前線からロシア民間軍事会社ワグネルの部隊が撤退したことを受け、ロシア軍が前線に正規部隊を配備していると指摘し、結果としてロシア軍が取り得る戦略の幅が狭まっているとの分析を明らかにした。A 国防省はロシア軍がバフムト方面に正規部隊の配備を続けており、空挺部隊も加わっていると説明した。空挺部隊は侵攻前まで精鋭とみなされていたが、ウクライナでの戦闘で深刻な失敗に関わったとされる。ウクライナ軍の報道官は3月、バフムトで攻勢をかけていたワグネルが多くの人員を失ったため、ロシア軍の空挺部隊が戦闘で果たす役割が増大しているとの認識を示していた。精鋭の空挺部隊がキーウ占領に失敗したときに、プーチンはこの戦争は無謀な試みであり、失敗に終わると気づくべきだった。訓練だよと自軍の兵士から騙されて連れてこられたと兵士の声が漏れ伝わってきたのもこの頃だ。上官をぶん殴っただの、抗議活動が起きただの、とにかくロシア軍は稚拙で大人げない行動を繰り返した。世界第2位の軍事大国の座を名乗るなら、兵士は磨かれており、意識の高い軍隊でなければならないはずだ。しかしそんなものはただの空想であり、プーチンの軍隊をあまりにも過大評価してしまった西側の勘違いであった。プーチンは少しは大人になり、自分は間違っていたと、ウクライナから兵を引き上げるべきである。ロシア軍を誰よりも殺しているのはプーチンなのだ。住宅攻撃で2歳児死亡。東部バフムト戦闘継続、ウクライナ。ウクライナ東部ドニエプロペトロフスク州の州都ドニプロ郊外で3日、ロシア軍のミサイルが住宅に着弾し、2歳の女児が死亡、少なくとも20人が負傷した。ウクライナ当局が4日明らかにした。ウクライナのゼレンスキー大統領は3日夜に通信アプリテレグラムで、2階建ての住宅2棟が攻撃され、瓦礫の下に人がいる。またしてもロシアがテロ国家であると証明されたと非難した。報道によると死亡した女児は倒壊した住宅から運び出された。負傷者には6から17歳の子供が含まれ、一部は重傷という。空襲が連日続く首都キーウ・キエフでは4日未明もミサイルやドローンによる攻撃があった。当局者によるといずれも防空システムにより破壊されたといい、被害の情報は出ていない。ウクライナ東部の要衝バフムトはロシアが大半を掌握したとされるものの、ウクライナ軍が一部で抗戦を続けている模様だ。ウクライナのシルスキー陸軍司令官は3日、バフムト方面の前線を訪問したと発表。ロシアは引き続きバフムトで深刻な損害を出している。ウクライナの防衛軍は戦闘を続けていると説明した。一方、ロイター通信によると、ロシアの民間軍事会社ワグネル創設者のプリゴジン氏は3日、ワグネルの部隊の 99% がバフムトから撤退したと主張した。プリゴジン氏はバフムトの管理をロシア正規軍に引き継ぎ、完全撤退すると宣言していた。アフリカで起きた中国人惨殺事件が暴露した紛争地で自国民を守れない習近平の無能。2023年3月、中央アフリカ共和国の金鉱山で9人の中国人労働者が殺害された。同国政府は地元の反政府武装勢力の犯行と発表したが、この奇妙な殺人事件の背後には中国とワグネルの私欲にまみれた確執があると専門家は指摘する。2023年3月、在中央アフリカ共和国 CAR 中国大使館は次のような厳しい警告を発した。外国人を狙った誘拐が増加している。首都バンギにいる在留中国人はそこから離れてはならない。それ以外の地域にいる人は直ちに退去せよ。それから1週間も経たないうちに銃で武装した集団が金鉱山で働く9人の中国人労働者を惨殺した。不可解な殺人事件。鉱山はバンギから北東に車で数時間ほど行ったところにあり、被害者は中国企業ゴールドコーストグループで働いていた。事件は同社が金鉱山で採掘を始めてすぐの3月19日に起きた。中央アフリカ政府は捜査の結果、国内の有力な反政府勢力、変化のための愛国者同盟 CPC が犯行に及んだと結論付けた。
だが CPC は容疑を否定しており、殺人犯の動機や犯行方法も不明のままだ。またある外交官によれば、同鉱山は通常十数人の国軍兵士によって警護されていた。ところが事件当日は4人の兵士しかおらず、しかも全員が生き残ったという。犠牲者の遺体は事件後すぐに火葬されたため、身元は分かっていない。近郊地域の市長によれば、中国人労働者たちは至近距離から狙撃されたという。地元当局や欧米出身の現地駐在員に提供してもらった写真には、赤褐色の泥にうつ伏せで並べられた犠牲者の遺体が写っていた。まるで何らかのメッセージを送っているかのような殺害方法だ。多くの中国企業が世界各地で急速にビジネスを拡大している。中には脆弱な政府と武装勢力が支配権をめぐり戦闘を繰り広げる地域に進出する企業もある。そうした状況下で中国政府は安全保障の問題に直面している。今回の殺人事件はその事実を浮き彫りにした。世界中で経済的な影響力を強めたという野心を中国政府が膨らませる一方、自国の労働者に対する安全面への配慮は不十分なままだ。ナイジェリア、コンゴ民主共和国、パキスタンなどでも中国人労働者に対する脅威は高まっている。2022年、パキスタン南部の都市カラチでは、中国政府系の教育機関である孔子学院を狙った自爆テロが起き、3人の中国人教師が亡くなった。2020年には、ザンビアで中国企業が所有する倉庫が放火され、3人の中国人幹部が犠牲になった。中国人駐在員の安全対策を海外で請け負っているのは、現地軍、傭兵、民間企業など、その土地によって違い、一貫性がないとアナリストは指摘する。米シンクタンクジェームズタウン財団で中国の外交政策を専門に研究するジャン・バン・アウデナレンによれば、海外では中国軍の存在感は薄く、自国から離れた地域では限定的にしか軍事力を行使できないという。だが習近平国家主席は、中国が海外在住の自国民を積極的に保護しているとアピールするよう政府機関に圧力をかけている。4月下旬、内戦が勃発したスーダンで在留中国人が取り残された。中国政府は退避作戦のために派遣した軍艦に同胞全員の救出と帰還のため、習主席がこの軍艦を派遣したと書かれた垂れ幕を掲げた。米ウィリアム&メアリー大学の上級研究員で中国の開発金融を専門とするアマル・マリクは言う。中国は白氷を踏むような危うい立場にあります。世界で最も統治が行き届かない地域に進出し、紛争の火に油を注いでいるからです。中国人を狙ったテロが発生するたびに市民は怒り、中国政府は傍観者気取りを改めるように迫られます。中央アフリカ共和国で中国人労働者が殺害された事件を受け、中国版ツイッターのウェイボーには、国家主義的なアクション映画戦狼ウルフ・オブ・ウォーとの違いを皮肉るコメントが相次いだ。ロシア激戦地バフムートで大きな損失、ウクライナ軍司令官。ウクライナ軍の司令官は3日、東部の激戦地バフムートでロシア軍が大幅な損失を強いられたと述べた。ウクライナのシルスキー陸軍司令官は前線の部隊を訪れた後、SNS テレグラムへの投稿で、敵軍はバフムートで引き続き大幅な損失を被っていると述べ、ウクライナ防衛軍は戦闘を続ける。我々は勝利すると宣言した。シルスキー司令官の発言の前には、ロシアの民間軍事会社ワグネルのトップ、プリコジン氏が兵力の 99% がバフムートを離れ、ロシア軍に陣地を引き渡したと明らかにしていた。軍事的にも戦略的にもほとんど価値のないバフムトの攻略に、プーチン下上層部がこだわり攻め続けた。ウクライナ軍は逆にそれをうまく利用し、被害は出てはいるが、さまざまな罠を仕掛けつつ、撤退も視野に入れながら、自軍の被害を最小にしながら、被害以上の損害を効果的に与えられた。また、攻略に時間をかけさせて時間稼ぎができ、西側からの大量の武器供与や反ロシアの結束を固くすることに成功した。今回の戦争の大きなターニングポイントの一つだと思う。バフムトの戦いで完全に優劣が逆転した。プーチンロシア軍の作戦参謀がいつまでもバフムトにこだわっている間に戦況は変化しつつある。ロシア国内への越境攻撃、
モスクワへのドローン攻撃、クリミアや南部ロシア国内の軍事補給施設への攻撃、越境攻撃に対処するため、ロシア軍は精鋭部隊を移動配備、国内ドローン攻撃に対処するため、防空能力の強化、ウクライナ軍の反攻前に前線から兵力を移動して再配備を進めてしまっては、ワグネルが撤退したバフムトを進軍どころか十分に防衛することすらできないだろう。陽動と反攻前の緊張、ロシア軍は思考停止状態だと思う。